はい、それではこれでもって LCR 日本語ミニストーリー、聖霊の御ルーテル教会による太閤節第4主日合同礼拝として捧げていきたいと思います。お知らせはですね、もうすぐクリスマス、あと5日でクリスマスです。その前の前日のクリスマスイブに、クリスマスイブ礼拝をキャンドルサービスで行いたいと思います。ですからですね、まあ、ちょっと早い時間帯ですけれども3時ということで、もうちょっとね遅い方が本当は良かったのかもしれないけども、なかなか暗くなってしまったら運転をされにくい方がたくさんおられますし、同じく3時ということになりました。ですから、3時、クリスマスイブの3時にですね、キャンドルを一つ用意していただいて、そのキャンドルを実際つけるわけなんですけども、礼拝の最後の方にだけつけます。ですから、できるだけ礼拝の場所を落としてですね、皆さん、カーテンのすぐそばとか、そういうちょっと危険な場所では、コンピューターをされないように、それだけ注意していただいて、ください。実際に本当のキャンドルじゃなくてですね、模造品のやつでも何でも構いませんので、でこの状態で最後に、私からつけて、次から次へと一人ずつこうつけていていただきますのでね、できたら部屋もちょっとその時は暗くできるような環境にあればもっといいかなと思いました。それぐらいですね、今日も皆さん18人の今の段階18人の皆さんと一緒に礼拝を捧げています。それでは引き続き礼拝を捧げていきましょう。それでは賛美歌です。皆さん、全員マイクをオフにしてください。賛美歌21、20、260番、いざ歌え、いざ祝え。
はい、それでは罪の告白と許しの宣言へと参りましょう。父と子と聖霊の名において、アーメン。私たちのすべてをことごとくご存知の全能の神よ、聖霊の力によって私たちの心と思いとを洗い清めてください。私たちをあなたの許しによって再び清め、聖なる主の名を称えるにふさわしいものとしてください。我が主イエスキリストによって祈ります。アーメン。慈しみ深い神よ、私たちを憐れんでください。私たちはあなたに背いて、自分自身を罪の力に明け渡していたことを告白します。私たちの罪を心から懺悔し、悔い改めます。知りながら犯した罪、知らずのうちに犯した罪、すべきでないことを行い、すべきことを行わなかった私たちのすべての罪を、あなたの憐れみによってお許しください。私たちを再びあなたに立ち返らせてください。聖霊の助けによって新たな命に生かされつつ、あなたに使えることができるようにしてください。救い主なる主イエスキリストによって祈ります。アーメン。私たちが罪に死んでいた時も、私たちを愛す恵みに富みたも神、そして私たちをキリストと共に復活に預からせてくださる神、その神の恵みによってあなた方は救われました。キリストイエスの名によってあなた方の罪は許されました。信仰によってキリストがあなた方の心に宿ることができるように、全能の神ご自身が聖霊を通してあなた方を強めてくださいます。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。アーメン。それでは今日の祈りを共に祈りましょう。今日の祈り、主キリスト、力を振るって来てください。あふれる恵みの力によってあなたの憐れみを妨げる罪から自由にし、すべての民をあがなう愛を喜びを持って届けることができますように。父と聖霊とともに、あなたは永遠に唯一の主です。アーメン。それでは聖書拝読となります。巫女さんの方によろしくお願いいたします。第一日下サムエル記に下なんですか、これは。はい、日記か。はい、7章の1から11と16章です。拝読いたします。死は王宮に住むようになり、失礼しました。王は王宮に住むようになり、主は周囲の敵をすべて退けて彼に安らぎをお与えになった。王は預言者ナタンに言った。みなさい、私はレバノン杉の家に住んでいるが、神の箱は天幕を張った中に置いたままだ。ナタンは王に言った。心にあることは何でも実行なさると良いでしょう。主はあなたと共におられます。しかしその夜、ナタンに臨んだ主の言葉は次の通りであった。私のしもべダビデのもとに行って告げよ。主はこう言われる。あなた方、あなたが私のために住むべき家を建てようというのか。私はイスラエルの子らをエジプトから導き上った日から今日に至るまで、家に住まず天幕、すなわち幕屋を住みかとして歩んできた。私はイスラエルの子らと常に共に歩んできたが、その間、私のためイスラエルを牧するように命じたイスラエルの部族の一つにでも、なぜ私のためにレバノン杉の家を建てないのかと言ったことがあろうか。私のしもべダビデに告げよ。万軍の主はこう言われる。私は牧場の羊の群れの後からあなたを取って、私の民イスラエルの指導者にした。あなたがどこに行こうとも私は共にいて、あなたの行く手から敵をことごとく断ち、地上の大いなるものに並ぶ名声を与えよう。私の民イスラエルには一つのところを定め、
彼らをそこに植え付ける。民はそこに住み着いて、もはやおののくことはなく、昔のように不正を行う者に圧迫されることもない。私の民イスラエルの上に獅子を立てた頃からの敵を私がすべて退けて、あなたに安らぎを与える。主はあなたに告げる。主があなたのために家を起こす。あなたの家、あなたの王国は、あなたの行く手にとこしえに続き、あなたの王座はとこしえに固く据えられる。続いて第二日課、ローマの信徒への手紙、16章、25節から27節まで。神は私の福音、すなわちイエス・キリストにおいて、キリストについての宣教によってあなた方を強めることがおできになります。この福音は世々にわたって隠されていた秘められた計画を掲示するものです。その計画は今や表されて、永遠の神の命令のままに預言者たちの書き物を通して、信仰による従順に導くため、すべての異邦人に知られるようになりました。この知恵ある唯一の神に、イエス・キリストを通して、栄光が世々限りなくありますように。アーメン。はい、ありがとうございました。それでは、本日の福音書となります。本日の福音書はルカによる福音書、1章26節から38節に書かれた主イエス・キリストの福音です。それでは拝読いたします。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、糸高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに降り、糸高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていた。それでは皆さん、マイクをオフにしてください。賛美歌です。賛美歌21の248番、エッサイの音よりを賛美しましょう。Thank you.
はい、それでは説教となります。しましょう。はい。いよいよですね、あと5日で、主のご降誕となります。今日もまたですね、できるだけリラックスして、にこやかに、御言葉を取り次ぎたいと思います。先週にも言いましたように、信仰を持って生きていく、まあ、信仰を持つということはですね、主イエスに対して、私たちの罪を取り除くために来てくださった神の子羊と告白することです。もっと自分自身に焦点を当てて言うのであれば、私の罪を贖うために、私に代わって十字架にかかってくださり、死の後復活してくださって、私へと神の国の扉を開いてくださったことを信じることこそ信仰であると言えます。まあ、確かにですね、初めての方からしたらなんだかややこしそうで、何か難しそうに聞こえるのも事実ですけれども、信仰を持つということは自分の努力でもって持つことができるようなものではありません。にもかかわらずですね、何か精神的な、あるいは知的な訓練を通して、やっと到達するようなものであるかのように、勘違いする場合が、そういった場合がしばしばあります。例えばですね、断食の祈りを1週間以上行ったことがある上、聖書を100回以上通読してこそ、まあ、経験な信者と言えるといったような、そういう考え方なんですね。で、こうして誤解してしまうのは、おそらく自分の力で厳しい修行を通して、やっと悟りの境地に至る仏教などからの影響が大きいのではないかと思うんですね。しかし、キリスト教の信仰というものは、例えば寿司職人で言えばですね、アナゴが握れるようになったらプロの寿司職人だと認められるので、頑張って、技術を身につけようというのではなくてですね、渡されたアナゴの寿司を口に入れて、なるほど、これはうまいと、その味の進化が分かるのであれば、それでいいわけです。あるですね、アメリカ人の宣教師が日本に来て伝道していた時、キリスト教について全く知らない人々をですね、集めて伝道集会をしたそうなんですね。まあ、集められただけです。僕はすごいなと思うんですけれども、まあ、珍しいから集まったんじゃないでしょうかね。なんかやってるみたいだって言って、外人がなんかやってるんだって言って。まあ、とにかくその集まってですね、キリスト教についてこの先生が語るわけなんですね。で、それが一日だけじゃなく何日も続いてるわけなんですね。で、そのある日、その集会、その日の集会に来ていた一人の人が手を挙げてですね、キリスト教の信者となるには何ができるようにならなければならないかを分かりやすく説明してほしいと質問したそうなんですね。で、すると、この宣教師はですね、自分の内ポケットから財布を出してですね、そこから1万円札を1枚出して、みんなに見せながらですね、ここに1万円札があります。この1万円札をもらうための条件も資格も何もありません。あげますといった私の言葉を信じて、じゃあくださいと受け取ることが全てです。つまり、私も救ってくださいと、神の救いを受け取ることさえできれば、それでいいんです。と言ったそうです。まさにその通りなんですね。すなわち、すでにあるもの、すでに与えられたもの、すでに成就した出来事、しかも私たちの努力に対するご褒美としてはなく、全くの神の恵みとして与えられる救いを
受け入れて、それを信じるところに本当の信仰のあり方があります。自分を救うために、救い主がすでに2000年も前に来てくださったことを信じるかどうか、その救いを受け取るかどうかは全く私たちにかかっているわけなんです。実は救い主のご誕生はですね、ご降誕は主イエスがお生まれになる700年も前から、ですから2700年前からですね、すでに、イザヤによって予言されていたものの成就だったんですね。まあ、そう考えるとですね、世界には私たちが信じようが信じまいが変わらない真実、事実というものが横たわっていて、それを信じる知恵も無視する愚かさも私たちにかかっているんだなということがつくづくわかります。まあ、日本よりはですね、欧米の国々の方が比較的に前からこの真実というものが受け入れられているし、また文化の中にも溶け込んでいるように思われます。よく知られているように、西暦というものはキリストの生まれた年から歴史を数えた暦のことです。まあ、日本のように令和何年とか平成何年とかいう、すなわちですね、それぞれの天皇の治世を表すものではなくて、我が主の年2020年であるわけなんです。 AD2020 といった時の AD というのはラテン語でアノドミニ、すなわち我が主の年という意味なんですね。要するに、私たちが認めようが認めまいが、私たちは今我が主の年を生きているということであります。また歴史という意味のヒストリー、英語のヒストリーという単語をですね、調べてみると、これはもともとラテン語のヒストリアから派生したそうで、物語という意味のストーリーという言葉の語源でもあるそうなんです。で、そのことから一説では、所有格のヒズ、そして名詞のストーリーからなった言葉だとする見方もあります。それでは、ヒズストーリー、すなわち彼の物語の彼とは誰かといえば、それは言うまでもなく、イエス・キリストのことです。要するに、救い主がこの世に来られたことの影響が、世界のさまざまなところに及んで起こったことに関するストーリーが、すなわち歴史であるという見方なんです。つまり、私たちが受け入れようが受け入れまいが、私たちはキリストの救いのストーリーの一部であるということになります。また世界的なベストセラーと言われる聖書のことをですね、英語で言うと、もちろんバイブルだけれども、この言葉の語源はですね、ギリシャ語のバブリア、すなわち書物という意味なんです。だから英語でバイブルとは別に、聖書を指すもう一つの言葉としてザ・ブックという言い方があります。すなわち、いろいろとある本の中の一冊としての本、一冊の本としての、ですから、ブックではなくて、神の御言葉が書かれた唯一の書物としてのザ・ブックであるということなんですね。まあ、要するに、私たちが信じようが信じまいが、神の救いの技は出来事としてだけでなく、そこには具体的な言葉としてのメッセージがすでに与えられているということであります。このようにしてですね、すでに神によって計画されていたものが次々と成就したこと、またこれからも成就されるであろう事柄に対して、はいと答えて受け入れ信じるところに真実な信仰の在り方があります。
そのようなことを念頭において本日の箇所を読んでいくと、マリアが私たちに示してくれる信仰の模範がはっきりと見えてくるのではないでしょうか。マリアはおめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられると天使ガブリエルから語りかけられて、そしてこの言葉に戸惑い考え込んだと記されています。当時の社会において卑しいとされていた女性であったことからしても、蔑視されていたガリラヤ人であることからしても、主が彼女と共にいてくださる恵みを与えておられるという不思議なことをマリアは理解できませんでした。するとガブリエルは彼女に、恐れることはないと、神の栄光を前に自分を卑しいガリラヤ人の女に過ぎないと考えて恐れ戸惑っているマリアに慰めの言葉をかけます。そして続けて、処女であったマリアに、あなたは身ごもって男の子を産むであろうと告げたわけなんです。マリアはどうしてそんなことがありえましょうか、私は男の人を知りませんのにと問うと、天使ガブリエルは、神にできないことは何一つないと答えました。これは直接的には処女であるにもかかわらず子を産むという不可解なことに対する答えです。しかし、より本質的には、卑しい女に過ぎないマリアが選ばれ、主が彼女と共にあって恵みを与えるという不思議なことに対する答えであります。はあ、けれどもですね、結婚する前に、男性と肉体関係を持つことが許されなかった時代です。現実的に考えるのであれば、マリアは不安と恐れを抱いていたはずです。なぜなら、婚約者ヨハネには身に覚えがないため、婚約者ヨセフには身に覚えがないため、他の男性との関係を疑うに違いないからです。当時、浮気や不倫などは石打ちの刑、つまり死刑に値する罪として厳しく罰せられました。相手の出方次第ではですね、殺される可能性も大いにあり得る状況に置かれたということです。マタイによる福音書には、幸いヨセフがマリアの身を案じ、表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心したとあります。しかしですね、ヨセフがマリアを責めず、密かに身を引いてくれたとしても、問題は解決するわけではありません。問題は解決しません。女性の存在価値が、ただ男に属し、家のために子を産むことによってのみ認められていたような社会の中で、男とは無関係にたった一人で子を産むことを決心することは大変なことです。確かに女にとって子を産むことは、一般的に言えばおめでとうと祝福に値することです。しかし現実的にはそれは男ないし、その家に、属し、その権威や価値に頼って初めて祝福されるものになるのであります。マリアがここで、今ここで引き受けようとしている神からの祝福とは、男や家から切り離され、その権威や価値からも切り離され、いわばこの世的には何にも頼れず、何にも支えられずにですね、ただ己の信仰のみによって神の御言葉だけを頼って背負わなければならない祝福なのであります。しかしマリアは、私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますようにと答えました。神の言葉を受け入れ信じるということは、時として
子供的には苦しみを背負うことを意味することがあります。マリアは神からの恵みか、それともこの世的な身の上の安全かの究極的な選択を迫られたとき、自らの運命を共におられる主に託しました。なぜなら聖霊があなたに降り、糸高き方の力があなたを包むと語られる通り、ひとたび引き受けられたこの身が主の守りからこぼれ落ちることはありえないとマリアは信じることができたからではないでしょうか。聖書は神について教えています。私たちと共におられると語られるその方は愛の神と呼ばれます。私たちはこの神に伴われつつ先へと続く人生を歩むんです。この人生の歩みには耐え難い痛みがあります。また消し去ることのできない深い悲しみもあります。しかしその苦しさを自分一人で背負っていかなくてもいいんです。今自分の人生を委ねることのできる方が私たちと共におられると確かに約束されているからです。マリアは孤独に自分の運命を嘆いたのではなく、お言葉通り好みになりますようにと主に自分の未来を託しました。自分の人生を自分の所有物かのようにコントロールし、人と比べて人より豊かで安楽で安全なものにするために常に何かを手に入れようと悪せくと生きることをやめることができたんです。自分が自分の人生の主人公であることをやめて、神の救いの技の脇役となって生きると決心することができたんです。もうすぐお生まれになる主イエス・キリストはこの世において何一つ所有されませんでした。何もかもが借り物だったんです。聖霊によって身ごもったマリアを通してダビデの子孫としてはなく、ダビデの家系を借りてお生まれになりました。お生まれになった時に寝かされた貝羽桶も、また十字架の死の後入れられたお墓でさえも借り物に過ぎなかったのであります。すべてを父なる神に委ね、神の御心に従って私たちをあがない救うために、ご自分のすべてをことごとく犠牲にしてくださるために、そして復活された後も今この瞬間でさえも私たちと共に歩んでくださるために、主イエスはお生まれになるのであります。願わくはここに集う一人一人がそのようなキリストのご降誕を心から喜び、私たちもマリアのように自分の人生を自分が所有しようとしないで、自分が自分の人生の主人公になることをやめて、自分を丸ごと主に委ねて歩むことができますように。私たちが不安や恐れ、痛みや悲しみを覚える真っただ中にあっても、主の祝福と恵みは注がれ、キリストは常に私たちと共におられることを思い起こすことができますように。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように、主と子と聖霊の御名によって、アーメン。それでは引き続き礼拝を捧げていきましょう。それでは、それぞれの信仰を使徒信条を通して、告白したいと思います。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、
我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ち上がり、かしこより左に構えて、生きる人と死に至る人とを裁きたまえ。我は聖霊を信ず、また聖なるキリストの教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、限りなき命を信ず。アーメン。献金のご案内です。私たちのために、ご自分のすべてをことごとく犠牲にしてくださった主イエス・キリストのために、今まで受けた祝福のうちの一部を喜びを持ってお返ししていきたいと思います。どうぞそれぞれの所属された教会の方に献金をお願いいたします。それでは取りなしの祈りとなります。全能の神様、天の扉を私たちに向けて開いてくださり、闇を抱えたこの世界をお救いください。助けを必要とする人々のために私たちの祈りに耳を傾けてください。恵み深い神様、あなたは深い恵みにあふれています。この大公説にあって、私たちの隣人の諸教会、他のあらゆる宗教の信仰者たちのために祈ります。他者に対する理解を深めることができますように。そして、私たちの所属する地域社会に愛を持って奉仕していくことができますように、私たちを強めてください。主よ、お聞きください。あなたの慈しみは、とこしえに変えることがありません。創造主なる神様、あなたは思い上がるものを打ち散らします。すべてのものはあなたに属しています。海や山、草原、森林、空、そして土壌を守り、祝福してください。私たちに自然と共存していくことができる謙虚さを与えてください。主よ、お聞きください。あなたの慈しみは、とこしえに耐えることがありません。義なる神様、あなたは力あるものをその座から引き下ろし、身分の低いものを高く上げてくださいます。助けを必要としている人々の声に耳を傾けることができるように、すべての国の指導者たちのために祈ります。人の尊厳が損なわれない社会を作ることができるように、指導者たちを導いてください。主よ、お聞きください。あなたの慈しみは、とこしえに耐えることがあります。慈しみ深い神様、あなたは、飢えた人を良いもので満たし、求めてやまない、止めるものを空腹のまま追い返されます。十分な食べ物や栄養が得られない人々をあなたが養ってください。食料バンクや人々のニーズを啓蒙する地域社会の活動家たちを祝福してください。助けを必要としている隣人たちのために、私たちが用いられることができますように取りなしてください。主よ、お聞きください。あなたの慈しみは、とこしえに耐えることがありません。癒しの神様、主の御前で嘆きの声を上げる者たちに、あなたはあふれる恵みを注いでくださいます。体や心、魂の癒しを必要としている人々のそばに、あなたが寄り添ってくださいますように、主よ、お聞きください。
あなたの慈しみは常しえに耐えることがありません。今ここに集う私たち一人一人の心の中にある祈りを今しばらくそれぞれで祈りたいと思います。主よ、お聞きください。主の憐れみは常しえに耐えることがありません。永遠に治められる神様、あなたはすでに天に召された私たちの兄弟姉妹に救いの御業の完成を約束してくださいました。ルターの時代から福音を述べ伝え、人々を励まし、救いへと導いたすべての教会伝道者たちに感謝を捧げます。また勇敢な女性の指導者や伝道者たちの存在を感謝いたします。それらの人々の揺るぎない信仰に励まされ、引き続きキリストを証しすることができますように。主よ、お聞きください。主の憐れみは常しえに耐えることがありません。神様、どうか私たちのそばにいてくださり、私たちに寄り添ってください。これらの願い、感謝、祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン、アーメン。それでは主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り、天に増します。我らの主よ、願わくは御のあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日ごとの糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればない。アーメン。それでは祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をもってあなたを照らし、あなたに恵みを与えられますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜りますように。父と子と聖霊の御名によって、アーメン、アーメン、アーメン。それでは覇権の歌賛美歌21の267番、アーベツレヘムよを賛美しましょう。
主の平安のうちに出て行き、世に仕えましょう。主に感謝します。はい。それでは、放送となります。放送が終わったら、また交わりの時間を持ちたいと思います。